皆さん、お久しぶりです。愛の YouTuber、アイプップです。最初に、12月から活動再開すると言ったんですが、ね、年明けまでね、活動停止伸ばしてしまい、申し訳ありませんでした。で、チャンネル登録者数、私、活動停止するのに、やっぱ200人切るのを覚悟して、たんですが、なんと220人ね、減らずに皆さんが待っててくれたこと、誠に感謝しております。ありがとうございます。で、私はこの2ヶ月ね、ゆっくり活動停止してまして、その活動していた時に悪い思考に至ってましてね、動画を上げても当たらないってね、いう思考に至ってたんですが、今の私は動画を、載せれば伸びるだろうなっていうね、思考にしか至ってないんです。ですがね、残念なお知らせがありまして、今の YouTube って、その動画を載せたら、その一覧に動画、ショート、あとライブ配信ってなってんじゃないですか。昔って全部一緒になってて、縦列でガーってなってたんです。だからね、その例えばなんかショート動画バンバン載せて、普通の動画が埋もれてしまったりっていうのが昔はあったんですけど、今はなんかそういうのがありません。なのでね、ちゃんと普通の動画が見やすくなってるし、ショート動画見やすくなってるし、ライブ配信見やすくなってんです。なのでね、普通の動画が埋もれてしまうことはない。なのでね、そのちゃんと普通の動画にもスポットライトが当たるっていうことを言いたいんです。要するに普通の動画の再生回数は普通に伸びるぞっていうことなんですけど、ね、私ね、一つね、戦略負けをしてました。私2ヶ月でずっと休んでたんですが、他の YouTuber さんを見て思ったのが、その新しい動画載せると青いマークになってんじゃないですかね。で、その動画が次の動画に載せられるまでずっと表示されているわけなんですけど、シャレオツチャンネルってどうだったかっていうと、普通の動画を載せます。で、すぐショート動画を載せたりしたら、その動画載せてる時間が短すぎる。だから普通の動画の再生回数が伸びないってことをね、気づきました。なので、これからは金曜日の夜に普通の動画を載せて、金曜夜、土曜日、日曜日、月曜日の夜までのこの3日間かな、ちょっとあんま算数が得意じゃないからあれなんですけど、3日間ね、普通の動画を載せる時間を設けます。それで普通の動画の再生回数ちょっと改善していこうかなって思います。で、月曜日の夜、火曜日の夜、水曜日の夜、木曜日の夜でショート動画、それも1日1本にしたいなって思います。そう、ショート動画ね、1日3本とか載せると、やっぱ1本目2本目がどうしても埋もれてしまって、3本目だけ一番最後のやつがね、表示されてバズるので、もうそういうのはね、ちょっとやめようかなと。なので、やっぱ1本の動画を当てるの大切にしていきたいなって思いますね。この2ヶ月一視聴者として他の YouTuber さんを見させていただいてね、勉強しました。で、あと、ライブ配信なんですが、見る人も、やる側もね、やっぱ週一だと、やっぱしんどいだろうなと。皆さんね、私のことすごい気遣ってくれて、やっぱ、ね、毎週ね、ライブ配信来てくださってる方たくさんいます。本当にありがとうございました。ですからね、皆さんのことも、やっぱ私は気遣いたいなと思って、月一。それも、ね、1時間だけ。にしたいなと思います。ただ、その1時間のライブでめちゃくちゃ盛り上がって、ね、その、延長してほしいとかそういう感じだったら、その月にもう一回ライブ配信やりたいなと思います。このライブ配信は、皆さんと話し合って、この日にしたいとか、いや、私はこの日がいいとか、で、みんなで話し合って、この日にして、内容も、
まあ、できたら、まあ、皆さんがこういうことやってほしいっていう内容に合わせてやれたらなって思います。ただ今ね、私にジェノベーゼパスタと、あと、ま、あの、まだやってないんで、やっぱこれを、の二つ、ちゃんと紹介したいなって思います。で、あの、動画の編集なんですが、私、二ヶ月休んでたんですけど、まあ、全然腰が良くならんってか、むしろ悪くなってる。月か水、働いて、木金が腰痛くて休みたいなっていうところまで至っちゃってます。今ね、YouTube でね、動画で、なんかこういうストレッチやってるんですけど、ね、こういうストレッチをね、1日で5分やってるんですが、まあこれもね、いつか、ね、動画で、シャレオツがやってる、あの腰を治すためのストレッチ。これ YouTube でやってるやつをね、まあ今ね、バンド、スマホをね、手元にあるんですよ。っていうことは、何を使って撮影してるか、α6400 使ってんです。だから、この動画で、あの、YouTuber さんのやつを見ながら、α6400 で撮れるんですよ。いや、これはもう、悪いやつですね。なんで、ね、こういうこともね、これからできるんで、皆さん、よろしくお願いします。こんなのはもう、反則っていうやつなんですけどね。でね、皆さん、あの、ショート動画のね、ネタ、ちょっと、ね、良くないんじゃないかっていう声も聞いたんですが、やっぱ、私自身、すごい好きなんでね、その、やっぱ自分のね、ネタをね、つい口ずさんじゃう時があるんです。例えば、これはまさに、ランジャトワイ、ランジャタイですね。時代遅れにも、フォードガールズ、レボリューション、革命的だね、ついね、やっちゃったりするんですよね。あ、こういうことがあったとかってなると。ね、一人で何やってんだこいつって感じになっちゃってるんですけど。ね、はい。だから、まあ、ちょっとやっていきたいなと。自分の気持ちに素直になりたいなと思います。あと、まあこれもなんですけど、やっぱ、コロナ禍で困っている生産者や飲食店のかなにね、やっぱ物を買って紹介する動画。まあこれもやっぱコロナ禍でね、やっぱ生活するだけでも精一杯なのに、なんでこんな高いものを紹介するのと。まあ不快にね、やっぱ思う方もいるみたいなんですけど、ね、私、今日ね、アドラー心理学、全部読み切りました。で、ここのね、アドラー心理学に書いてあったんですけど、他者の人に貢献することによって、克服を得られるって書いてあるんですけど、やっぱね、その、やっぱ困ってる人を助けるってこと、まあ、要するに、やっぱ、人の幸せを願うってことがやっぱ大切だと思うんです。その、まあ、動画を見てくれて、まあ、不快に、なる人もいるかもしれないですけど、やっぱそれ以上に困っている生産者の方をやっぱ助ける方がやっぱ大事だとね、私は改めて思いました。でね、やっぱそういう声だけではなく、私のこの動画を見て美味しそうだに食べてるのがなんか見ていて楽しいって言ってくれる方もいれば、あ、こういうで生産者の方がいて、ちょっと興味を湧いたって、ね、言ってくれる方もいるんで、ね、やっぱ一つのことを、一つの木を見て森を見ずって言うんすかね。まあわかんないですが、まあそのことわざ通りにちょっとやっぱ、これからもやっていきたいなと思います。ただ、あんまライブ配信で、まあ紹介するのはやめようかなって。ね、皆さん、ね、私の動画ね、中学生、高校生、大学生の人が多いんで、ね、やっぱそういう子たちがやっぱ買うわけじゃないし、買ってくれるかって言ったらそうでもないんで、ね、うん。そう、まあ、そういうたくさん、そういう年齢層の子がたくさん見てくれるのに、やっぱそういう紹介するのはあれだなって思うんで、まあ今までの形、まあ、祝杯で、まあちょっと紹介できたらなって思っております。まあちょっと喉が渇いたんでお茶いただきます。うまい。で、簡潔作ったんですよ。
車両チャンネルね、これからもう、適度にやろうかなと思います。で、腰痛めて話戻るんですけど、もう編集、もうね、もう手抜いてやろうと思います。前のね、世界平和を呼びかける動画に、と、チキンキエフと、ウハ、あれ一つのね、動画3時間ぐらいかかってんです。でも全然バツんなくて、再生回数20から30で。ね。で、私がただ何か言いたい動画で編集してないやつ、あれ100とか言ってるんです。もう編集するのやってらんねえなと。ね、めちゃくちゃガチでやって、でね、腰が痛くなって、うん、もうやめようと。ね、もう、適度にやろうって思いました。で、まあ、ですが、週1にね、やっぱ載せようって動画をね、まあ、私のそういうくだらない話、例えば、ね、法人税って何税よって、ね、その防衛のやつですごい増税騒がれてるんじゃないですか。法人税って何税よとか、ね、円安でね、そのベトナム人のね、教育実習生、私のとこたくさん来てるんですわ。で、その子たちがどういう風に考えてんのかなって、実際にちょっと話聞いてみてとか、ね、餃子の焼き方、私知らなくてね、とか、あと、なんだろう。まあ、そういうくだらない話とかね、結構、まあ、2月は恵方巻きやるんで、まあ、シングルトークショータイムとか、ね、もうそういう、あと、コンビニのおでん。ねえ、食べ比べてもいいですし、なんか、ボスのコーヒー私大好きで、ね、全部買って飲み比べてみたいなとか、まあそういうくだらないやつもちょっとやって、まあ毎週一回は動画載せたいなって思っております。ねえ、こういうのが皆さん案外ね、ハマってるんでね、よろしくお願いします。であと、私は、コロナ禍を迎えてから、ね、やっぱコロナで苦しんでいる方、あと、私たちのために働いている医療従事者をはじめとする、最前線でリスクを冒して働いている人のために、ちょうど2年前から、不要不急の外出を控えるのを呼びかける、YouTuber として活動してきたんてるんですが、やっぱ私の動画を見ている人で、それを求めてる人がいないっていうのか。なので、これからは見てる人が楽しいと、ね、思える動画をね、作っていきたいなと思います。なので、動画の中で、まあ、不要不急の外出は控えましょうとか、っていうのは言うのはやめようとは思ってるんですが、私は、やっぱこれをきっかけに YouTube を始めた。まあ、好きで YouTube 始めたわけでもないし、やりたくてね、YouTuber やってるわけじゃないんで。ですがもう、成り行きでね、やっぱ皆さんね、やっぱ私の動画見て楽しんでくれてる人もいるから、まあ、YouTube 続けたいしなぁと。あと、まあ、世界平和もね、やっぱ本当に勝ち取っていきたいんでね。やっぱ、ウクライナの、じゃロシアの人が悪いってなってるんですけど、ロシアの人みんな戦争行きたくない。戦争行きたくないのに、プーチンのやつに戦わさせられて、すごい苦しい思いしてる。ね、あと、ウクライナがね、悪くないってなってるかもしれないですけど、買われた喧嘩を売るのかって。ね。それ、ちょっと違うんじゃないのって。やられたらやり返すよ、欲しいよねって。やっぱ、そういうウクライナの人に対しても戦争はノーって、やっぱ訴えていく。そして国際社会。ね、ウクライナに武器を供給する。これ違いますよね。本来あるべきなのは、もう今すぐ両国に戦争をノーっていうのが本来あるべき国際社会だと私は思っています。なので、そういうね、活動を頑張っていきたいなと思います。で、あと、ね、収益化社員ですが、まあ、ぶっちゃけ、前、最後のライブ配信で、ね、今まで来てくれた人はもちろん、ですが、新規の方3人ぐらい来てくれたんですよ。ねえねえ、もうこれ以上ね、チャンネル登録者数増えてね、ライブ配信したらね、もうさばききれねえなと。っていうことでね、もうなんか、私チャンネル登録者数増えなくていいんじゃないかなって思ってるんです。まあ欲しいものを手に入れることは幸せじゃないんですよね。やっぱ、あるものに感謝する気持ちを大切にすることが、まあ本当の幸せ。
見てくれている人がいる。それを大切にする。なので、目の前にある動画を、ね、やっぱ全力で作る。言っても腰痛いんで、とことん手抜くんですけど、その分ね、その内容でね、カバーしたいなと思っております。まあこれもアドラー心理学で言っている、書いてあったんですけど、ほんと最後に書いてありました。今、ここを生きることに全力を尽くすってね。皆さん、もしよかったらね、本当におすすめなんで、アドラー心理学、嫌われる勇気、ね、買ってください。私ね、アドラー心理学の幸せになる勇気、買いました。これね、来年の3月、じゃ4月までに読み切って、婚活始めたいなと思ってます。もうちょっとコロナ禍3年迎えたんですけど、もう私30歳で、で35になると、成婚率が下がるんですって、男性の。だからもう待てない。から、ちょっとやりたいなと思ってます。まあ、ちょっとね、友達と会うのはまだ控えて、やっぱ婚活だけは、ね、そう、やっていきたいなって思ってます。私ちょっと風邪ひいてるんですよね。うん。で、あと、そう、世界平和の動画も、そのね、まあ、動画の中で、ね、そうやって訴えるのはやめたいなと思います。ただ、今までみたいに、なんか料理を作って、なおかつそれで訴えるような動画は、これからも作っていきたいなと思います。で、そう、不要不急の外出を控えるのを呼びかけるっていうのは、もう、ね、やめるんですが、私はこういうのをきっかけに YouTuber やってて、今もなお、やっぱ訴えていきたいので、タイトルに家で過ごそう。をね、つけてます。なのでね、遠回しに皆さんに対して、感染拡大時は、家で過ごしてほしい。私の動画を見て、ね、やっぱ、その、ね、なんか、その人を思いやる気持ち、大切にしてほしいなって、思っております。まあ、あと、ね、本当に YouTube ね、適度にあるんで、やっぱ、他の、YouTuber さんの動画を、まあ、積極的に見てね、やっぱ勉強していきたいなと思っております。もう目指せね、舞い上がるよ、毎日見れるぐらいのね、まあ、手抜いてやりたいなって思っております。あ、そうだ。来年の目標なんですけど、チャンネル、一応ね、目標はつけとこうかなって。チャンネル登録者数を500にしたいなと。ね、今年5月から、5月60人ぐらいだったんですけど、7月まで。で、210まで。でも、7月以降210から全然伸びなかったんで、正直、やっぱ1000とかって本当は言いたいけど、無理だなと。ただ、頑張って500ぐらいに行けたらなって。まあね、もう増えなくていいなと思うんですけど、一応目標は設定したいなって、思ってます。まあ、これね、α6400 を使って撮影してるんですが、今日マイクをね、なんとセットし忘れて、ね、これテスト運転やってんです。で、なのでね、今日この動画を持ちまして私は言いたい。家で過ごそう、ピースで車両つ、活動再開を宣言します。ただ、今年は α6400 を使っての撮影、とかライブ配信、ゲーム実況、そういう準備をして、来年から本格的にね、動けるようにしたいなって思っておりますので、で皆さん、ね、これからも応援、何卒よろしくお願いします。ね、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。